ですね。こんな形でですね、僕らのまあなんかいる社会というのはですね、もう自分たちの趣味っていうのを自虐的に語るしかない。これがまあひもてということなんですけども、ひもてとリア充っていうのを僕朝日新聞の人生相談とかですね、あとはこの番組でも何回か解説したんですけども、この世の中にあるいいことっていうのを無条件に自分が受ける権利がある、楽しむ権利があると思って、ハロウィンだったら渋谷とか街へ出て、あのなんだろう、メイクした顔とかをバーッと見せて楽しめるのがリア充。そうじゃなくて、なんだろうな、あんなことやってるけども、なんだろう、あんななんかかっこ悪いやつらが、あんなブスが、あんななんかあの英語も喋れないやつがそんな T シャツ着てどうすんだ、そんなコスプレしてどうすんだっていうふうに資格を問う、なんかそういう楽しいことを受けるには、なんだろうな、資格があったり、もしくはどういう人間なのかという意味を問うてしまうのが僕はひもてだと思ってるんですね。その意味ではブブカっていうのは典型的なこのひもて文化であり、同時にそのさっき言った人に言えない趣味っていうのは、なんかひもての趣味というふうなものになりつつあるなというふうに思いました。